こんにちは、アルブルの公共室の辻です。今日はですね、アルブルのストアの中にあるこのバターケースの作り方をご紹介させていただこうかと思います。で、教室のワークショップではトリマーという機械ですねを使って進めていくんですけれども、トリマーをお持ちの方もなかなか少ないと思います。ですので、私どもの方でこのあられ組をご家庭でもその体験してみたい、作ってみたいっていう方向けに、僕らの方である程度加工した材料でキットとして、販売しています。ストアの中ではチェリーとメープルとウォルナットと選べるような形になってます。今日はこのチェリーを使って見ていきましょう。ちょっと補足になるんですけれども、チェリーってこれすごい初めはピンクなんですけれども、経年変化して同じチェリーです。で、その太陽の光とかに当たってですね、経年変化していきます。で、こういう風にすごい渋い色にどんどんなっていきます。これが木の面白いところですね。あれ、なんか木のイメージが違うぞということで思われるかもしれませんが、これは経年変化で変わっていきます。またそこら辺も楽しんでいただければと思います。はい、ではですね、このチェリーの材料で紹介していくんですけれども、まず一つ入っているのがこの長手ですね。側板の長手です。これが短手と合わさってこういう形で組まれますよと。あとはここの溝は何ぞやと言いますと、ここに底板が入る形になりますね。いろんな作り方があるんですけれども、下からべちゃりっていう風に貼り付けるっていうのもありだと思います。こういう箱物を作る時によくやる手段で、貼り付けるのではなく、こういう風に中に溝を掘ってはめ込んでやるっていう作り方をよくします。はい、こうすることによってここが浮いてますね。地面についた時に浮いてます。ということは木が反ったりした時にも安定するわけです。要はその設置面積をできるだけ少なくしてやるっていうのが箱物の考え方ですね。あともう一つの利点はですね、これ蓋がこう入ってるんですけれども、蓋がこういうふうに段架木がしてあって、カポッとはまりますよと。じゃあいざ使う時にこういうふうにこの段差分にこれが収まって、こういう形で置いておけるというようなところがもう一つの利点ですね。だからこういうふうに中にはめ込むというのはよく家具で使う手法です。この側板のパーツとこの底板がありますよと。最終的なあと蓋です。で、あともう一つですね、これがバターナイフの材料です。バターナイフっていうのはできるだけ直線よりもちょっとこういう形で浮いてる方が使いやすいっていうのがありますね。あとはこう置いた時にですね、置いた時にバターがここにべちょーってついたものが地面に置かれるわけでなく、ちょっとこういうふうに浮かされるような形になっていると、より綺麗に使えるということで、こういうふうに折り曲げてます。ということで、こういうふうにちょっと特殊な形でお届けしています。はい、それでは実際に組み立てていきます。あられがですね、こういうふうに下が溝が揃うように組まれる形になっています。で、例えばでご自宅にあれば、爪楊枝とかでもいいんですけれども、こういうちょっと平たい、この隙間に塗れるようなものですねを用意していただいて、はい、でこういう形でまんべんなく伸ばしてあげます。なのでこの小口にはあんまりつけない方がいいです。小口につけてしまうと、それをボンドの水分を吸い取って、この木が膨らんでなかなか入らないということになってしまいますので、設置する部分だけで大丈夫です。薄くていいのでまんべんなく塗るというのがそのボンド接着のコツですね。はい、ではこれを差し込んで、底板はこの後で大丈夫です。叩いていきましょう。本当は当て木をしてやるのが一番いいんですけれども、金槌というのはだいたいこの弦のですね、丸い面と平らな面があります。丸い面で叩いてあげればそんなに傷がついたりということはありませんので、で、ここで気をつけることは、あられ組やこういう補助組の時に大事なんですけれども、片方ばっかり叩くとですね、どんどんこう斜めになっていって、で入るものも入らなくなります。で、最終的には耐えきれなくなって割れてしまうということがありますので、必ず左右均等に叩いていってあげてください。少しずつ少しずつ、もし片方だけ叩いてここがバキッと割れたら、その割れたところというのにボンドの余りを入れてあげて、
でもう一回ちょっとやり直せば、ちゃんとくっついてくれますので、今度はこっち側からもなんせ均等に入れてあげてください。今度は長手の方を叩いてあげないと、ここに隙間がまだできています。これを埋めてやりたいと、今度は長手の方を叩いてやります。だいぶ埋まってきましたね。でもあられ組が飛び出してます。でこれ木の個体差、あと僕らの加工の個体差っていうのもあります。今こう出てきてしまって、そしたらこれ以上この向きで叩いても入ってくれません。そういう時に、一応ジグを使って叩き込んでください。付属のものですね。でこれがジグですね。この材料を作った時に出た端材ですねを使ってます。これをですね、こういう風に同じ向きにあてがってあげて、これで押し込んでやるわけです。今ここからボンドがニューと出てきましたけれども、ボンドがしっかり出てきて中でくっついたことがわかります。今度はこの長手の方向もくっつけてあげましょう。であられ組っていうのは結構こう、もう今入れた状態でギュッとお互いが押さえ合って、すぐもうこの状態でずっと押さえておかないといけないっていうことはありません。お互いがもう押さえ合ってくれてるわけですね。ですので、この状態でとりあえず良しとしましょう。でここに今度底板を入れます。はい。で底板は、一応この入れてしまうとですね、最終的にサンドペーパーすごいしづらくなります。ですので事前にサンドペーパーをかけておくことをお勧めします。他にこのパーツですね、パーツも外側は後々いろいろ段差とかを修正するので後から仕上げるんですけれども、内側っていうのは今のうちにこう仕上げておいてもらった方が、綺麗かと思います。接着の前に仕上げておきましょうねということです。必ず木目に沿ってかけるようにしてください。あともう一つ、ここまあ重要ですね、ごめんなさい言い忘れてました。サンドペーパーを例えば、こういう板に貼り付けて一生懸命こすります。でその時に結構皆さんこういう動きになるわけですね。こうなってしまうんです。そうするとあられが今しっかりこう90度が出ていて、90度と90度が重なり合うので綺麗にぴったりくっつくはずのものが、こうかけることによってこのあられが90度じゃなくなります。その丸くなった面と丸くなった面が合わさっても綺麗なあられになりませんので、サンドペーパーをかけるときというのはしっかり、例えばこういう材料に貼り付けてもいいですね。貼り付けてこういうふうにまっすぐ、ここで落ちない、まっすぐ平行に削ってやる。はい。ではですね、ボンドが乾ききらないうちに、できたらこのあられを組む作業をできたら30分以内、もっと言ったら20分以内に行ってしまいたいです。この底板がちょっとここに入るのきついなという形だったら、サンドペーパーでこの端をちょっと落としてあげてください。ゴシ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 落とすとここに入りやすくなります。はい。こういう形で入りましたね。収まりました。はい。でここの溝の取り方というのもちょっと僕らの方で工夫をしてあります。ここの長手がピャーッと溝が最後まで通ってしまうと、いざここから見た時にここに底板の隙間が見えることになります。ですので僕らの方でここで溝を止めてありますので、これをできるだけ壊さないようにしてください。はい。では同じように他のものもやっていきます。もう初めに全部に塗っておいて、で組み立てていくでも構いません。底板にボンドは入れなくていいのという質問が出てくるかもしれません。で僕らは、家具を作るときには底板をこういう溝にはめ込むときにはボンドは入れません。なんでかというと、中でこの底板が動く時があります。膨張収縮を繰り返して季節によってこう動くことがあるんですね。その時にこの木の力というのはすごくて、しっかりついているものさえ剥がしちまう時があります。なのでこの溝の中で多少遊びを作っておいてやるわけですね。
はい、でそうすると、その膨張収縮に、耐えられるということで、昔から、家具というのはこういうふうに底板には、ボンドをつけないというふうに、してやってます。木っていうのは柔軟性があります。ちょっと硬いなと思っても、結構その叩いていったら相手の木が潰れてくれて入っていくことが多々あります。でここまで来たら、一番初めにまずすることは、90度を見てあげてください。で僕らは、こういう直角定規ですね、使ったりするんですけれども、なかなかそんなちっちゃな、特別な直角定規持ってない方も多いと思います、まあ、そういう方はこのジグでですね、僕らこれを直角に切ってありますので、こう合わせてみましょう。今こう見てみると上に隙間があります。はい、で見えますかね、下はついているけど上に隙間がある。下で見てみるとやっぱりこれも上に隙間がある、まあ、反対側もちょっと見てみましょう。はい、こういう形で下に隙間があります。どういう形になっているかというと、90度にしたいものがこういう形で歪んでるというふうになります。はい、だからここに直角のものを当てた時に、こっちには上が空いてますよと、でこっちは下が開きますよということが分かります。じゃあちょっと手でいいので、こう上からグッと多少力をかけてやります。今これでしっかり直角が出ましたよというような形になります。でこの状態で一回こう蓋をですね入れてみてください。はい、そうするとまあしっかり入るかどうかが分かります。これがこう歪んでいたりするとなかなかどの方向でも入らないぞというふうになりますので、そこだけ注意してください。はい、ではこの状態で、まあ、すぐいろいろいじりたいんですけれども、ボンドが乾くまでしばらく待ちましょう。でですね、まあ、もしこういうところにちょっと隙間がある方はこの後、まあ、ボンドで埋めて、分からなくしますので、まあ、そこまで気にしなくて大丈夫です。はい、それではですね、付属のサンドペーパーの、番手の一番低いものですね。で、まあ、この一番粗いものから使っていきましょう。はい、まずこの、ですね、このあられのできた段差ですね、とここの高さの段差などを落としていってやります。せっかく90度が出て、綺麗なものを手でこうこするとちょっとその不定形な形になってしまいますので、付属のジグにこれをぴったりとこういうふうに巻いてですね、できるだけ地面と平行になるように。で、ここでまあ一つ木のポイントなんですけれども、この小口というあられでこの出てきている面と、この挟まれているこの面ですね、木のこの年輪というか、この粒々が見える、ところというのは非常に硬いです。ですのでちょっとまあ根気よくやっていってあげましょう。はい、これで、ほぼフラットになりましたね。であとは、まあ高い番手に、任せるとして、また違うところをこの60番でやっていきます。ちょっと隙間が自分で気になるなという、ところがある方は、付属のボンドをちょっとこう埋めてあげましょう。で、まあ、おがくず、こういうおがくずを集めてトノコを作ってもいいんですけれども、もう直接ボンドをまず入れてしまって80番で削って、その粉をこうすり込んでやるというふうにすると、まあトノコの役割をしてくれると。ただまあこれもしやるなら、できたら一番最後にしてください。というのはこの今ボンドがこちらについて、サンドペーパーについて削れなくなってきます。ですので、まあ、その気になるところがあるという方はサンドペーパー一番最後にもういらないよっていう時にその補修をしてください。で、ボンドが残っていると今度塗料、最後蜜ろうワックスを塗るときにそこが、乗らなくなってしまいますので、まあ、一度このボンドを入れたらきちっと最後まで均等に削ってあげてください。それを繰り返すとですね、こういう形で綺麗に、しっかりと、あられ組が、決まりました。そしたらですね、今この高さの段差も若干あります。ここですね、こっちの方がちょっと高くなっていると、これも落としてやりましょう。こういう形で面を多く拾うように削ってやってあげるといいかと思います。で、端っこばっかりをこう集中して削るとですね、こういう風な辺になってしまいます。ですので真ん中の方もしっかり削って、こうちゃんと
抵抗が出ているかどうかを確認しながらやってもらうと、最後蓋を閉めた時に綺麗になるかと思います。まあ、こういう段差、カンナがある方は本当カンナを少し刃を少しだけ出して削っていくんですけれども、同じようにここからガツンと削ってしまうと、なんというんでしょう、こことここがバリッと繊維方向がこれ縦と横で違いますので裂けてしまいます。斜めにしてこういう風に削ってやると綺麗に削ることができます。はい、ではですね、この時点で一回蓋を入れてみましょう。はい、こういう形でぴったり綺麗に収めることができましたですね。で、まあ、やっぱりカンナがあると便利ですね。こういう時にもこここういう風に削ってやって飛び出た部分を落としてやってもいいんですけれども、まあサンドペーパーでも構いません。こういう風にこのツラと蓋が合うように削っていってやります。はい、ではこういう形で綺麗にツラにすることができました。結構まあ根気がいる作業だと思いますので、まあ、サンドペーパーを使いながら頑張ってみてください。でですね、あとはまあこれ今直角がきちんと出て、平面も綺麗に出てます。でこの状態でもいいんですけれども、まあ、やっぱり使っているとこう面ですね、面が手に当たって痛いということがありますので、まあ、丸くしてやりましょう、若干。で面の取り方です。これ一番、まあ、教室でもよくあるんですけれども、ここにこう当てて、やっぱりこう削りたくなります。ただですね、こう削ると人間やっぱりどうしてもですね、こういう風な力の動きになるんですね。これは前もお伝えしました。でそうなると、せっかく綺麗な直線が出ているものがこう丸くなって、全体的にちょっとこうぼやけた形になりますというようなことがよくあるので、ですね、これコツなんですけれども、まあ、こう削るんではなくてこう削りましょう。均等に上から下にこう丸みを帯びるように、こういう形で、で面のその取れ具合を見ながら、その手の角度の動きをちょっと見てみてください。平面に近いところから少し角度をつけて削ってやる、もう少し角度をつけて削ってやる、45度ぐらいにして削ってやる、でまた相手の垂直に交わるところの面に近づけながら削ってやる、で上下から確かめる、これの繰り返しです。で最終的に番手をどんどん上げていって、この中級の番手で仕上げて傷を取って、最後こちらの、高い番手、一番高いものですね、で綺麗に磨いてやるというような形になります。はい、それを繰り返して仕上げていくと、こういう形で、柔らかい面ができますね。でこの削り方なんですけれども、まあその電動サンダーをお持ちの方もみんな、同じですね。こういう形でビャーッと当てるんじゃなくて、こういう風に当てながら様子を見て、決めていってやると、そうするとこういう形で綺麗に組み上がります。はい、でですね、ここで、まあ、あともう一つ、バターナイフを、まあ、こう入れようかなと、お考えの方は、あとはまあここにノコギリで線を入れて、でのみカッターでここを落として、で、あとはサンドペーパーで仕上げて、まあ、これが入るような形で、調整してあげてください。ただまあ、ご自身で今からこれ作るバターナイフの大きさにもよると思いますので、まあ、これで一回この時点でバターケースの方は置いておいて、今から、バターナイフの作り方に入っていきましょう。